はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アラフィフでございます。集める、はい、モハンゲールの、ファークライ4でございますね。続きをやっていこうと思います。なんかまずはちょっと売却いらんものを全部売却しましょうか。クイック売却でいいわね。はいっと、豚の皮いるし、まあまあいるでしょう、その辺はね。高いな、メディカルシリンジ。まあとりあえずいいか。弾を補給しました。はい、クラフトできそうなものは何かあるかっちゅうたら、できたらホルスターやりたいねけども、ラーテルの皮ってのが3ついりますね。この近辺でラーテルっていうのはドールやし、お猿のアッサム、マカク、マレーバク、サイニーさん、サンバーバーラル、この辺しか、まあ主に取れるっていう、主に生息地になってるだけで、まあいないわけじゃないんですけども、まあそれを求めて走り倒すのもちょっとまあ無茶かなと思います。でまあベルタワーとかもね、攻略行きたいんで、ちょっと本筋をやらないといけないかなと思いますね。というわけで、本筋ってこの多分ロンギヌスミッションっていうやつね、これやと思いますね。これをやりましょう。なんかえらいガタ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 とうるさくなっておりますが、そうか、ロンギヌスミッション、まあまあこれ動物じゃないんで武器をちょっと変えときます。サイドアームはスコーピオンでいいですね。メイン武器のところをですね、買うのもあれやしね、もったいないしね。あか、シグネチャーとか何も入ってないし、ちなみにこのドリラーっちゅうのは、ダウンロードコンテンツの、武器なんで、とりあえず、今のところ封印でいきたいかなと思います。はい、というわけで赤をここにはめ込みましょう。カラシニコフ行きましょう。これね、よっしゃ。というわけでロンギヌスミッションをやっていきたいかなと思います。あ、もうここ使えるんだね。出てきたのがここでした。はい、この間、先に行けへん、先に行けへんって言ってたところでございますな。そのまま行きゃいいかなと思いますんで、行きます。ちょっと曇り加減か。もうちょっと青い空やったらいい感じやけどな。すまんすまねえ。ああ、ちゃ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 、お前もったいないな、もうシリンジが。まあいいさ。豚2つあったらなんかできたんちゅうだっけ。クラフトなかったっけ。豚はもうなかったかな。もう一個いるんだね、バックパックはね。襲いかかっとるよ。 OK、 先ほどの恨みでございます。これはまあ売り物にしか
ならないんでしょうけどね。え、ロンギヌスはこっちか。道がわからないなってこと。もう一頭豚がいたらいいけどね。まあ途中でもし見かけたら、いないね。こっちから行った方がいいか。できたら上から上から行く方が行きやすいんでね。いきなり下でね、こう、そこか。滑り降りられそうですな。滑り降りを。チュイーと。あ、うるさいのはこいつらか。なんかあるぞ。私の最愛の娘。まあまあそういうことでございますね。こっちはロンギヌス。ほい。まあ武器屋のミッションなんでね。よし、石鹸。よっしゃ、行きましょう。インタラクト。よく来た。私はロンギヌス。お前がエジェか。我が第二の故郷の教会へようこそ。銃を売る？もちろん。血を受け継ぐのは柔和な人たち。銃があればことはなる。ヨハネの黙示録読むたびに力がみなぎる。すると長老の一人が言った。泣くな、見よ、ユダ族の死よ。ダビデの若枝が勝利を得た。巻物は開き、七つの封印は解かれる。ああ、救世主だ、救い主が獅子としてお戻りになった戦士だ。そこで私は考えた。生まれ変わった神の子はどんな銃を使うのか。キリストは七つの封印を解いて景況をもたらし、獅子として復活する。獅子には牙がいる。イエスはどんな銃を。新命記32章47節虚しい言葉ではないのだ。あなた方の命だ。それともヨハネの黙示録19章11節悟りは人に怒りを忍ばせる。一体何の話。兵士なら分かる。兵士なら必ず分かる。我々はキリストの再臨を見た。AJ、 正義の遂行には銃が必要だ。全ての銃は聖書。全ての銃弾は説教。パガンの嘘からベルタワーを解放するたびに何かやろう。報酬だ。これは神の意志だ。さあ、これが最初の報酬だ。いや、持ってるんですけど。兵士は今すぐ。サメル、どうした。襲撃だ。離れていろ。それから彼はこう言われた。世界に出て行き、すべての創造物に福音を伝えなさい。え、お？あ、時間制限じゃん。行くでいい。こう。こうかな。君が昔のことを覚えていたらよかった。君の母さんと私がいて、君は母さんにおんぶされていた。彼女はあの頃が一番幸せだった。それは私も同じだよ。たくさんの計画を立てた。家族のこと、キラッとのこと。昔はこうではなかった。懐かしく思うが。
もう遅い。私だって真剣に努力したが、もうボロ雑巾だ。奴に引きずられるな。そんな状態を意地悪は望んでいない。来い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 。こっちはね、時間制限があるのがね、困ったもんでね。わわわわ。跳ねちゃったよ、動物さん。あれ、あ、おてるね、おてるおてる。もうすぐか。この辺、あ、ここやな。よっしゃ、燃えてる燃えてる燃えてる。襲撃受け取るわ。こっちから行くか。着いたぞサバル、どうすればいい。できるだけみんなを助けてやってくれ。でも一掃せよ。すぐ応援に行く。 OK。 集落が襲われているわけね。バナプールやったっけ。反乱者は OK。燃えた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 。燃えるなよあのとこで。こっちに敵がおるな。どの辺におる。おう、どこ。 OK。 OK。これは一般市民。オッケー。燃えてる燃えてる。痛い痛い痛い。オッケー、ちょっと治った。おお、やばいやばいやばい。やばいやばい。おい、直して直す直さなか。やばいやばい。死にそう死にそう。まだか。これでこれで一応完全回復。どこに嫌がる。どこへ。こっちに一人。ああ、ヘリか。あれ、ケイ、どこにおる。あれはヘリか。やべやべやべ。痛いわ。よっしゃ。オッケー。まだいてるな。兵士たちがプッカに向かってるのが見えるわ。プッカにはバトラーがいる。彼女を救出してくれ。はいはい。ん？おう、燃えてる、俺も燃えてる。で、かなな、燃やしてきやがるぞ。いて、どこや。オッケー。どこにおんの。
ややこしいの。もう一人どっかにいてるよ、この下。あれいねえな。行くのはここ。ここやな。え、ちゃうか。上か。上やないと登れへんね。登れへんけど行けへんね。こっちか。あ、爆発した。死ね。OK。ここやな。よっしゃ。パドラ。ここで焼け死ぬわけによ。よっしゃ。まだもう一つ下か。ここやな。あ、いたいた。オッケー。ほう。無事でよかった。大丈夫だ。おう。みんなも彼女を見れば安心するだろう。まだ子供なのよ。怯えてる。家に連れて帰るわ。市民のことはそれから。いい。ありがとう。もう平気だ。彼を助けた代償がこれ。私たちがポールの館を襲ったせいよ。AJのせいじゃない。俺だ。だがそれどころじゃない。基地を落とされた上、人質も取られた。いいわ。まず基地ね。基地がないと分断されたままよ。来て。はい、一つミッションは終了しましたが、多くの命が奪われたの。町は再建できても、どれをやれということかな。スキルはまあいいか。進捗？キャンペーン。そう。ガンミンのやったことを見て。なあ、話がある。サバルか、なんだ。俺はバナプールに行かなくちゃならん。アミータは基地にかかりっきりだ。はい。お前に人質を頼みたい。大変だと思うが、基地を取り戻す前に人質を救出する必要がある。でもアミータ、基地は確かに重要だが、今は人質の命が最優先なんだ。イラットの市民の安全はゴールデンパスにかかっている。彼らを裏切ることはできない。人質を救出してくれ。人質救出。山の集落に向かい、その前にちょっと武装を変えていきましょう。どこや。ここか。はいはい。まあ弾薬補給はしといて、いらんもんは売却で、カスタマイズ、メイン武器を今度はリカーブ棒に変えましょう。 OK。 人質救出やからね、ちょっと隠密系のステルス系のミッションになりますんでね。山の集落、場所はここなんで、ちょっと離れてはいるから、何か乗り物を使っていかないといけませんな。なんか草がある。紫やね。そしたら何で行こうかな。
ハンググライダーは相変わらずので、そしたらジップライン怖っ。車が見当たりませんよ。いつもこの辺にあるん、あ、あったあった、カートがありますな。バギーカート、これで行きましょう。さあ、なかなかね、この運転がね、私は苦手で、まあスピード出しての運転要しませんのでね。あ、やべえな、もうみんな運転荒いんだから。こっちか。OK。 と、荒いなあ。お、近所まで来たな。OK。 これはちょっと邪魔やな。避けといてと。ちょっと漁らせてくださいよ。 OK ね。というわけでですね、こっからはもう歩きで行きましょう。あ、しまった、怖いな。来た。くそ。ちょっと直しておこう。あのドールっちゅうのがね。何がおんねん、どこにいてるんだ。そこか、なんかやっとるね。武器が変わらへん、簡単に。ややこしな、こいつら。武器変更がね、私苦手なんですよ。またここからかい。もう一回ね。ゴールデンパスはパガミンの一味を決して許さない。自明のことだ。よっしゃ。武器とか変わってんのかな、持ってる武器は。なあ、変わってない。サバルカ、なんだ。俺はバナプールに行かなくちゃならん。アミータは基地に。もうそれ分かったからね。武器で。お前に人質を頼みたい。大変だと思うが、基地を取り戻す前に人質を救出する必要がある。はいはい。基地は確かに重要だが、今は人質の命が最優先なんだ。その市民の安全はゴールデンパスにかかっている。彼らを裏切ることはできない。人質を救出してくれ。ほいっと。さあ、もう一回やり直し。
シャバギカートある。シャア乗るで。OK。めんどくさいところではありますが、この辺はカットしてもいいかもしんないね。じゃあね、相手こっちと、もうちょいやな。なんか何の音じゃん。この辺からはもうまだもうちょっと先でいいか。歩きにするのはね。なんか時々見つかりそうになるのはなんや。どこにやがる。ここもショットガンや、こんなやつら。どっかおるんかな。行き先はあそこ。おお、夜になってきて山深い感じが出とりますな。ここからなんか登れそうな雰囲気。夜っちゅうわけでもないのかね。で、お、もうここがそのエリアに入ってるわけね。しゃ、リカーブ棒に持ち替えて。似てるんだよ。似てるか。鳴き声が聞こえるな。似てる。わからんね。多分3、4人やと思うんですけどね。あかんか。場所が悪いか。当日救出やからね。一人 OK。 で、シリンジなかったかな。いける。おい、よっしゃ、ハンティングシリンジ。よっしゃ、お、見えたよ。どうする。敵の位置は分かった。あの上か。でこっちに一人ね。距離が遠いか。
4人いてるわけね。人殺しはまだうろついてるぞ。そこの上に2人。動き回られても困るな。さあ、向こうに行ってやがる。OK か、当たったな。一人。下の方から行かなしゃあないか。行けるか。この下はやばいか。動いとる。OK。 あと1人2人。待ってよ、こんなバカな。止めたの方へ向かう。来たぞ。どう来てる。しゃあ、でこっち向いてるんか。今度は少しでも価値のあるやつを拉致するんだな。近づいてきてるね。さあ、横から狙いたいんだけど。金を持ってるやつらなら単に強盗すればいいじゃねえか。言っとる。これならいけるな。そこにいるんだ。オッケー。あと一人。で上にいてるやつをなんとかせんとあかんね。帰りたい。家に帰りたいの。あそこか。逆から行った方がいいか。こっちから狙えるかな。どうして俺なんだ。うちには金なんかないのに。どこを向いてるか。オッケー。人質は無事だ、サバル。俺に父の名に恥じない働きだな、AJ。人々を救う。これこそ彼がゴールデンパスを創設した目的だ。ここに来て、親父のためでも、人助けでもない。お前の助けが必要だ。大活躍してくれたな。むしろ、頼りにしてくれ。ゴールデンパスに協力することが、ラクシュマナに通じる道だ。一緒にラクシュマナを見つけよう。分かった、サバル。オッケー、人質交渉。交渉してないけどね。AJ、アミータよ。サバルから基地の奪還ではなく人質救出を頼まれたのは知ってる。でもいいわ。あなたは新入りだし、サバルは口がうまいから。役目を果たしたかっただけだ。いいことだけど、対局を見てほしいの。あとは基地への人員は用意できていたんだけど、おかげで救出された人質を守るのに戦士の配置をやり直さないといけない。守るって何から。デプルールよ。自分のものを奪われて嬉しいはずがない。おこんだけか。わからない、AJ。 最初の計画はもう破綻してる。
デプルールが片付くには時間がかかるわ。その間に基地の敵兵たちが防備を固めてしまう。俺が行こうか。 AJ、 一人で基地を攻撃するのは自殺行為よ。援軍が到着するまで待って。やってみせるよ。 AJ、 ダメ。お、襲撃ミッションってのが始まりましたね。今回はここまでということにさせていただきます。はい、襲撃ミッションはもう次回ということで、やってみましょう。はい、どうもご視聴ありがとうございました。またよろしかったら見てください。失礼します。バイバイ。この動画がいいねなんて思っていただけたならグッド、そしてこのチャンネルを気に入っていただけたならチャンネル登録をしていただくと嬉しいです。私の励みになりますのでよろしくお願いいたします。アラフィフでございました。